イテム番号、SCP-509JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-509JP は高強度人型オブジェクト収容室に収容されます。1日に3度食事として残飯を与えてください。SCP-509JP は周囲に空腹を感じた人間が存在するときに活性化するため、SCP-509JP との接触は食後2時間以内に留めるか携帯食を準備してから臨んでください。SCP-509JP の活性化時には対象人物に食料を与え空腹を解消させてください。非活性化時の SCP-509JP は自らの収容に協力的なため、特別な監視は必要ありません。説明、SCP-509JP は総降伏、以下 SCP-509JP-A をまとった人型存在です。200年に、県、町の山あい部で不審者が徘徊しているとの噂を調査を行ったところ、東京の森林公園で徘徊していたところを発見され財団エージェントによって確保されました。対象は、超遠調理師ミーレイド・カーキ、を名乗り、超電救助隊ヒーローの、レスキューチーム、の所属であると証言しています。高い身体能力を発揮する総降伏など SCP-990JP との共通点がありますが、互いに面識はなく、救助活動に意欲的でないなどの違いがあり、詳細な関連性は不明です。下記は SCP-509JP 及び SCP-509JP-A の確認された機能の一覧です。現象、物体をランダムな料理へ変成させる装置。説明、クッキングコンバーターと呼称しているのを記録 SCP-509JP-A の右手のひらに内蔵されています材料とされる物体。を一度内部に破砕吸収し、機械音とともに高速な 3D プリンターのように出力し料理の生成を行います以下 SCP-509JP-A-1 と表記。現象、一般人男性のおよそ15倍の腕力 SCP-509JP-A の機能と思われます。説明、活性化時には自身の意思で制御ができないと供述しています。現象、ハンググライダー及び推進ジェット SCP-509JP-A の肩部に収納。説明、エアログライダーと呼称しているのを記録燃料が尽きているらしく現在は使用不可能と見られています。現象、対象を空腹かどうか判定するセンサー SCP-509JP-A のマスク部に内蔵。説明、センサーが反応した場合、電子音声が流れた後に SCP-509JP が活性化状態へ移行することが確認されています。SCP-509JP-A の機能が新たに発見された場合は、ここへ追記してください。SCP-509JP は周囲に空腹を感じた人間、以下対象と表記、がいる際に活性化状態に入ります。活性化状態の SCP-509JP は、右手部に内蔵されている SCP-509JP-A-1 を使用し料理、以下 SCP-509JP-B を生成します。その後生成された SCP-509JP-B を対象に強制的に食べさせようとします。対象が SCP-509JP-B を食べ終わる、もしくは空腹が解消された場合に SCP-509JP は鎮静化します。SCP-509JP-B は材料となる対象にある程度影響される傾向があり、生ゴミ等の有機物を使用した場合には接触が可能な食料となりますが、建築材やプラスチック、金属製品を多く含む材料を用いた場合には接触不可能な物体が生成されます。結果によっては材質が全く異なるものへ変化しているものもあり、現在変成のプロセスは解明されていません。以下は材料による生成結果の一覧です。用いられた材料、SCP-509JP-B 生成結果、過食判定。豚精肉、豚の生姜焼き、接触か。食堂から排出された生ゴミ、様々なメニュー数十種、接触か。樹木、繊維質の野菜を多く含むサラダ、接触か。コンクリート、石灰質の成分を多く含んだ料理3種、接触不可。ブラウン管を使用したテレビ、ガラスの具が散見される液体状プラスチックのカレー、接触不可。残飯に不燃ゴミをいちいちで混合したもの、料理数点非過食な物体からできたものと過食のものがきれいに分かれている。接触可。T クラス職員の死体、ハンバーグ付け合わせの野菜付き、削除済み。生きている状態の鶏、ローストターキー、接触可。会話ログ509、1、
称 SCP-509JP。 インタビュアーエージェント大和も、不機通報を受けた、県、町の森林地域で SCP-509JP が徘徊しているのをエージェント大和もが発見接触を試みた。録音開始、201年月日。エージェント大和もこんにちは、ここで何を？ SCP-509JP、お前、腹は減っていないだろうな？エージェント大和も腹？減ってないよ、それよりあんた、SCP-509JP に遮られる。SCP-509JP 重要なことだ、真面目に答えろ。エージェント大和もら？ SCP-509JP 俺は引退したんだ、もう救援活動は、しない、したくない。エージェント大和も救援？ SCP-509JP 俺は、超援調理師。エージェント大和も調理師？その調理師がこんなところで何を？エージェント大和もの腹が鳴る音。SCP-509JP、動きが止まる、3。エージェント大和も、あ。SCP-509JP、電子音声、悪を凝らすだけが正義じゃない、力では救えない人たちがいる。SCP-509JP、電子音声、お腹を空かせた人がいるならば、今日の飯が食えない人がいるならば。SCP-509JP、電子音声、腹を満たすのが俺の使命、そして俺の正義だ。SCP-509JP、電子音声、出動、超遠調理師ミーレイドカーキ。エージェント大和もこちら大和も、対象の様子がおかしいため一時離脱する。SCP-509JP クッキングコンバーター起動、待ってろよ、今飯を食わせてやる。周囲の植物から SCP-509JP、B が生成される。エージェント大和もいらんよ、あ。SCP-509JP に捕まる。SCP-509JP この世から貧困がなくなるまで、俺は、飯を、作り続けよう。エージェント大和も、強制的に口の中に SCP-509JP、B を詰め込まれる。SCP-509JP さあ、食え。エージェント大和も、くぐもった悲鳴、いい。SCP-509JP 食べるんだ。録音終了。終了報告書あれ、まずくはなかったよ。エージェント大和も。インタビュー記録509、4。対象 SCP-509JP。インタビュアー黒瀬博士。録音開始、201年月日。黒瀬博士インタビューを始めます SCP-509JP。SCP-509JP 俺の名前は、いや、いいその番号で呼んでくれ。黒瀬博士あなたは救援活動をやめたと言っていたようですが、エージェントや B クラス職員に SCP-509JP、B を強制的に食べさせたのには何か意図があるのですか？ SCP-509JPB 料理のことか？いや、無理に食べさせるつもりはなかったんだが、どうも自分を見失ってしまう癖があるようなんでな。黒瀬博士空腹の対象がいると、無性に食べさせたくなるということですね。SCP-509JP や、その間の記憶は、おぼろげなんだがな。黒瀬博士わかりました。では活動をやめようと思った理由について聞かせていただけますか？ SCP-509JP、罵倒、があんな実験までしたのにまた思い出させる気か？黒瀬博士お願いします SCP-509JP。SCP-509JP、飽食の時代、と言われるような現代日本で、飢えに苦しむ状況っていうのは限られた事態だけだ。地震や土砂災害で孤立した村とかな。SCP-509JP 活動の機会が少なくなった俺は活動の拠点を海外へと移していった。貧しい国へ行き、紛争地域へ行き、飢えた人々を助けては俺は満足感に浸っていた。SCP-509JP だがそもそも俺の、クッキングコンバーター、には重大な欠陥があったんだ。食えないものからは食えないものしか作り出せねえ。持っていける食料や現地調達できるものなんてたかが知れてる。SCP-509JP 忘れもしねえ19年、俺は紛争で大きな被害を受けた町に行った。SCP-509JP 軍によって交通が完全に麻痺してた。うかつに身をさらせば射殺される。俺の装甲服なんか防弾チョッキに毛の生えたようなもんだ。食料はすぐにつき、気がつけば枯れた草木を調理して食わせていた。SCP-509JP もう周りに何も残っちゃいねえ。そこで食えるもんはもう、人間の死体しかなかった。SCP-509JP だが死んだ人間をそのまま食うわけじゃねえ。クッキングコンバーターは死体を別物に変えてくれた。肉はパンに、髪は野菜に、血はジュースになった。そうするほかないって自分に言い聞かせたが、飯を食ってるあいつらの笑顔を見てるうちに罪悪感なんか消えちまった。SCP-509JP でも、
死体だっていくらでもあるわけじゃねえあるし、あいつらはいつものように腹が減り、いつものように俺に飯を作ってくれと言っていた。SCP-509JP またいつものように無意識になって、気づけば俺は料理を手にしていた。代わりに子供が一人、減っていた。SCP-509JP あいつらはようやく気づいたんだろうな。俺が何を料理に変えていたのか、その後で俺の料理を食った奴はいなかったんだ。それで、俺は、おそらく、十数秒の沈黙。黒瀬博士、続けてください。SCP-509JP、俺の暴走は、周りの腹を満たすまで、俺の料理を食わせ続けるんだったか。自分じゃよく覚えてないが、それはきっと本当だろうな。SCP-509JP またそこで記憶が飛んでいた。気がつけば俺の周りは吐瀉物とあいつらの死体だけになっていた。多分、食うのを拒否して、それでも無理やり食わされて、ゲロを喉に詰まらせて窒息したんだろう。何人かは半身がなくなって、俺が、コンバータで。SCP-509JP 俺の力じゃ助けることなんかできやしなかったんだ。俺は、何も、もうたくさんだ。黒瀬博士落ち着いてください。SCP-509JP。SCP-509JP、そして俺は日本へ帰ってきた。ウェル奴がいねえ国へ。なでも、何でもない他人の顔を見るたびに想像しちまうんだ。あのゲロまみれで、涙と鼻水でくしゃくしゃになったまま死んだ、あの顔。黒瀬博士その後は、どうしていたのですか？ SCP-509JP 人に会うのすら嫌になって一人で山ん中で生きてた。自分が食う分には困らねえしな。そこであんたんところのエージェントに会ったんだ。黒瀬博士話してくれてありがとう。SCP-509JP インタビューを終了します。録音終了。